こんばんは。こんばんは。はい、まあ、まだでも誰も来てないから、まあ、とりあえずいいでしょう。ちょっと。いやいや、もうすぐ増えますよ、こんな。はい。はい、ということで、あの、お隣は百田直樹さんです。はい、もう久しぶりです。いや、ごめんなさい、はい、ちょっとあの8時から百田さん の, あのほとんど誰も来てないでしょ、はい、でもね、本当にね、でもすぐ増えますよ。あ、うん、今2人や、あの、はい、8時から百田さんの放送が始まりまして、冒頭10分ぐらい僕あの並行で、はい、であとは百田さんの方に行ってください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、人が来るまで、はい、はい、はい、あと今何分やの。まだでも10分前ぐらいじゃないですか。あと5分ですね。5分ですよね。5分前ですよね。はい、ちょっと僕がフライングしちゃったな。うん、大丈夫ですよ。はい、ああ、どんどん来ました。ああ、あっという間にもう100人超えた。うん、はい。あ、本当だわ。はい、立花隆チャンネル、皆さん、こんにちは。百田です。はい。百田直樹です。NHK の経営委員をされてた方ですから。元 NHK 職員です、ね。元 NHK 職員からすると、はい、経営委員様ですから。もう元あの、海老沢会長の懐刀。懐刀になってました。いや、NHK のもう、いや、闇を全部知ってる男。それは本当にそうですね。いや、本当闇、やっぱり、ねえ、いろいろとやりましたよ。いや、立花さんすごいのはね、立花さんの話聞いてて思うのは、ものすごい記憶力やね。記憶力もそうだし、トンチというかね。いや、やっぱり記憶力もそうですよ。やっぱりでも、うん、うん、まあ、それはよく言われますね。だからね、そう、はい、だから話聞いてて思うのは、よう、こんな、何年前にあの時こうなって、あの時こうなってって、それメモしてたん？いやいやいや、もうね、本当にそういう大事なことっていうのは、うんうん、何度も何度も自分の頭の中でこう思い出すっていうか、 あの時はこれをしながらこうしてたからって、順番がやっぱり時系列で終わるのが一番間違いないじゃないですか、うん、だからメモを、もちろんパソコンとかにデータ入ってますけど、うん、基本的にはもう全部こう過去のこと振り返りますね。うん、振り返るっていうか、だからよく渡辺芳美先生も言われますよ、まあ、だからしょっちゅう振り返ってるわけね。振り返ってます、そうです、そうです。だから2013年にはこういうことがあって、誰がどうしてどうしてっていうのがあるから、やっぱり流れがあるじゃないですか、政治。だからそこで自分に起こった出来事と世の中の出来事で、まあ、セットで覚えているから。うん、なるほどね。うん、いや、本当に、ね、前にお話伺った時、ものすごい記憶力だと思ってね。いや、僕ら本当に、ね、もう2年前、3年前では、え、あの時誰だったかって、要は人と仕事で、ね、いや、あの時百田さん、あの、おったやん、え、おった僕そこに、とか、ね。人の名前僕覚えないんですけど、そういう出来事に関しては確かに。はい、あと、金の動くとかね。そこは大事ですからね。金を追えば、なんか歴史全部が終えていく感じが。なるほど。やっぱり最後お金に人は寄ってくるし、うん、まあ、寄ってくるって言い方すると良くないでしょうけど、うん、お金の流れを言えば本当に分かりますよね。なるほどね、うん、確かにね。いや、今回のあのいろんなあの後任についての話もお金が生々しいで、お金が生々しい、そうですね、額がどんどん出てきましたよね。だからもう昔の僕だったら、それはね、10億とかやったらもう飛びついてしたなって取ってたんですけど、はい、いや、さすがに高騰の投手になった以上はね、僕はもらう以上は皆さんに言ってからもらいます、うんうんうん、はい、全部だから情報を出すのが、まあ、僕の役割だと思っているので、うん、だから何でもかんでもはウェルカムなんですよ、基本的には。まあ、今回大失敗しましたけどいやいや、失敗になってないですよね。なんか逆にね、立花さんたくましいなと思ったのは、失敗を糧にしてるじゃないですか。いや、もう、だって失敗の連続だもん、人生。もう失敗の連続で、いやー、もう恥ずかしいし、自己嫌悪に陥るんですけど、うん、まあ、そう、まあ、仕方ないよな。でも少なくとも人を信じて騙される分はまあね、うん、あの、ただ人を疑ってこっちがっていう失敗はしないように、だから信じて騙されて、あの、回復していくっていうことはできても、疑うのはっていうのはあるんですけど、やっぱりでもこと中国に関しては疑わなきゃいけないなって今回は強く勉強させてもらいました。はい、あの、本当にね、中国だけはもう恐ろしいですよ、本当に。いや、僕、これ歴史的なもんです。そうなんですよね、三宅宏先生に、はい、まあ、僕ね、もともとは左翼教育を受けてたので、まあ、ほとんどの人はそうですね、左翼教育を受けてたので、はい、40過ぎぐらい、まあ、チャンネル桜に呼んでもらうぐらいまでは、まあ、お花畑だったんですよ、うんうん、核兵器持たない方がいいとか、うんうん、もう戦争はこっちが仕掛けなきゃぐらいの感じで、うん、西村慎吾さんに最初にね、もうなんかチャンネル作に出たから、お前酒飲みに行くぞっつって、うん、それこそ新世界のなんか、まあ、大阪でね、大阪で連れて行かって、うん、三宅宏さんと、うん、まあ核を持たなあかんとか、ふわ怖いこと言われて
あ、まあ、あれって初めて言ったらびっくりするよね。ただ彼の本をね、中心の本を読ませていただいて、うん、あ、なるほどねと、確かにこうやって戦争しないのもあるんだ、うん、でその後三宅裕先生からね、うん、もう亡くなられましたけど、三宅さん亡くなってほしいね。中国は違うんや、立花ちゃん文化がちゃうね、うん、そうそう、もうね、もう全然もう民族の考え方が全く違いますね。違うんですよね。それでは、はい、2番目の方スタートしましょう。あ、わかりました。はい、はい、それで、5秒前あります、はい、5秒前、4、3、2、1。はい、皆さんこんばんは、百田直樹チャンネルです。私の隣におられますのは、ウクライナ人のなんでやねん、どう見てもこれウクライナから、ウクライナからなんですけどね、はい、いや俺、はい、NHK 党の立花隆史投手です。はい、よろしくどうぞお願いいたします。久しぶりです。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。はい、でもね、この僕本当に完全にウクライナからや、ウクライナ、本当にでもね、あのうちの党もともとこの色なんですよね。撃退シールもそうだし、はい、あの名刺もそうなんですよ。そうですね、私だから名刺もらったらこれ黄色 で黄色、後ろ向けたらこのセブロ姿が青なんですよね、はい、シルエットが青で、あの、うん、ちゃんと意味があって、このね、青と黄色が選挙カーが夜でもすごい見えるんです。あ、そうなの。はい、あの青字に黄色で書くと、うん、ちょうど黄色が膨張してね、うん、夜なんかも特に遠くにいてもよく文字が見えるってちゃんとデータが出てるので、この色合いなんですよ。青字に黄色、でもこれは黄色になる、これは逆ですけどね。はい、あの、まあ、いずれにしてもこの2色が非常に良くて、うん、ね、去年の暮れに参議院選挙の党首討論用にこれをオーダーしたんですよ。うん、ほんならその去年の暮れで、それが年明けたら、あの、ロシアとウクライナあんなことになって、でも今多くの人がそのウクライナ応援したい人がわざわざそのウクライナカラーのネクタイをつけてとか、はいはい、ウクライナカラーのなんかスカーフ巻いたりとかみんなしてますけど、はい、もうずっと去年、そうそう、だから、まあ、去年を発注して2月にできたんで、お2月か3月かな、でこれをツイッターにアップしたら、うん、ホリエモンがこの色いいじゃんってなってこれちょっとうちのその NHK 党の人たちみんな着せてあげてよってなって、うん、で部下たちも今こう続いてこうこの色 あのスーツを発注したみたいな形なんですけどね。はい、そうですか。実はですね、私今こうニコ生で喋ってますけども、これはあの、最初しばらくは有料でも YouTube でも上げてます。はい、で、実は私、皆さん見えますかね、この隣のこのカメラ。カメラというか、このスマホは、立花さんのスマホで。ああ、そうかそうか、これ映ってた。はい。僕のチャンネルの方はもう10分ぐらいで、あと10分ぐらいで。立花さんの YouTube でも今ちょっと流れてます。はい。ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。はい。それでですね、今日はもういろんな話を伺いますが、多分ね、YouTube 的にはね、やばい話もいっぱいあって、多分このもしかしたらアカウント停止させるかもわからないし、あるいはか、もういろいろ制限かかるんで、はい、まあできたら立花さんにはですね、爆弾的な発言は、会員専用になったからお願いしたいと思います。わかりました。僕はもう薬田さんの誘導通りに嘘偽りなくお答えいたしますので。はい、まあ、それともう一つ、ここでちょっと予告させていただきますとですね、この番組、今日の番組生放送の8時過ぎあたりから、闇の熊さんが電話で出演する可能性があります。はい、もう8時過ぎですけどね。間違えた、はい、9時過ぎ、9時過ぎ、9時過ぎね。はい、僕はあの酒、闇の熊さんが8時過ぎ言うと思った、熊さん見てると思う、ごめん、9時過ぎ、9時過ぎ、1時間間違えた、緊張してんね。いや、そう、僕の方こそ、まあ、緊張はしてないけど、すごい人ですからね。いやいや、全然すごくない。立花さんもそうよ。いやいやいや、僕からしたらもう百田直樹さんなんてもう、そら、雲の上すぎて。そんなことないって。どう考えても立花さんがはるかに上やん。だって立花さん今もう日本中騒がしてるもん。いや、騒がしてることと、レベル、人としてのレベルは違うじゃないですか。いやいや。ね、前に会った時も3年前でしたけどね、はい、まあ、その時も立花旋風吹き荒れてましたよね。まあ、旋風吹き荒れたかわからないですけど、はい、まあでもね、だからのようにそう考えると立花さんって3年に一度大きな嵐を吹き起こすなと思って、まあ参議院の時はねずっとこれ考えてるんで、うん、3年に一度参議院っていうのがあるので、そうですね、6年のうち交代交代3年に一度ね、はいはい、だから、はい、僕はやっぱりこの参議院選挙っていうのが一番大事にしているので、うん、まあ、あの3年前、まあ、そういう意味じゃ6年前からずっと計画を立てて、うんうん、まあ、正確に言うとそう作ったら9年前なので、うん、9年前から3年刻みでこういう形で来たので、う
そうか、なんか3年というのはあれね、一つのならサイクルになったわけね。まあそうですね、参議院選挙自体がやっぱ3年なのでね、うんうん、どうしてもそこに、そうね、衆議院はいつやるか分からないもんね。そうですね、はい、うん、いや今回の、まあ、今日はいろんなお話聞きたいんですけど、はい、まあ一番聞きたいのはあの例の中国の話ですが、あ、はいはいはい、まあ、他にもね多分こう番組見てる皆さんはですね、やっぱり、ね、みんな関心あるのはガーシー、あ、ガーシーねガーシーはね、いやもう本人に対して僕の方が年は上なんですけど、うん、まあ4つぐらい年上なんですけどね、うん、あのできるだけ丁寧に喋ってますけど、うん、まあでもほんまやつですよ。あ、そうなの、うん、あれも大阪人やね。大阪、まあ正確に言うと生まれは天、うん、あ、天だね、伊丹ですね。天っていうのはもう大阪なんですよ。大阪です。天も伊丹も、はい、まああの西宮天伊丹っていう大阪府に限りなく近い、うんうん、そうですね、はい、あの、はい、兵庫県の、はい、そうです、あのね、うん、まあ、西宮はね、まあ、若干ちょっと芦屋神戸に近いところありますけども、うん、はいはい、まあ、天ヶ崎と伊丹は完全に大阪ですわ。大阪ですよね、はい、確かにもう大阪までね、うん、もう天ヶ崎だったらもう快速で5分ですし、うん、まあ伊丹もシュッとこう、うん、いやあのガーシーあの立花さんも私先ほどね記憶力がすごいって褒めたけど、ガーシーも記憶力すごいね。あれすごいと思いますね。だからいや本当ね、でも新助さんなんですよね、彼のバックは。おうおうおう、島田紳助さんがバックというか本当に島田紳助さんの、うん、まあ、実質マネージャーを長年してたんですよね。でその関係が一番大きくて、うん、それでいっぱい知り合い、もちろん彼の人間性もありますけどね、うん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 、いやでも彼 もう記憶力と、まあ、配慮ですよね、うん、いわゆる気遣いみたいなのがやっぱりすごいなと。今気遣いしてませんけどねところが僕2回行ったんですよ、ドバイにね。ああ、 今ガーシーさんは、ね、ドバイですね。ドバイにいます、はいはい、まあもう彼、まあ、本人は言ってないんですけど、うん、また多分言ってないんですけど、今日猫飼ってるって発表したんですけど、うん、もう完全にドバイに住んでます。ああ、もう一時的なもんじゃなくて毎回によってもう全然ドバイの街を原住民っていうか、もうドバイの人のように普通に生活してますね。ほな、今彼金あるよね。あ、お金はね、うん、本当に今年の最初の頃は110円しかないって言ってましたけど、うん、もう今はね全然、うん、だって YouTube の広告収入5月に入って多分4000万ぐらい入ってたはずですよ5月で4000万。そうそう、初めて入ったのが5月なんですよね。ああ、その広告が、ね、初めてその広告収入と、はい、そのメンバーシップが入ったのが、うんうんうん、多分ね4500万ぐらい入ってるはずなんですよね。すごいね。それ以外にも僕は1000万とか送ったりとかしてるの で、うん、でまあそれ以外のお金も入ってるので、うん、まあ今月収1億ぐらいあるんじゃないですか1億はないにしても5000万は絶対ありますね。そうね、あの、うん、YouTube の広告料ね、うんうん、でも、ま、もう心配、あんだけ喋ってて広告剥がされへんのかなと思ってね。ね、だから広告制限とか使えるのかな。だからあの怒鳴り上げた時だけは、うん、文春の記者が怒鳴り上げた時だけは広告の対象外になったんですけど、うんうん、それ以外はね実は剥がされてないんですよね。不思議やね、うん、だから意外に証拠動画の LINE とかが広告つかないとかとは言ってるんですけど、うん、まあ、不思議っていうか、まあやっぱり YouTube はそこは全然違うんじゃないですか。でも立花さんが結構やられるだろ。僕はねもう晩5回ぐらいやってるんで、4回6回やってるんで僕はもう仕方ないなと。あの、はい、バンもされるし、まあ、普通の YouTube でも広告とかはどうなんですか。いやいや僕はもう広告一切ついてないので。あ、ただもうね YouTube からお金もらうのは本当やめましたね。うん、やめたっていうのは、うん、その方が安全だからですね、うんうん、ついついでいらんこと言っちゃう、もともといらんこと言うから、うん、だからこうお金もらうと余計いらんこと言うから、僕ガーシーに言われてますもん、立花さん本当口軽いねと何でも言っちゃうから、いやもうガーシー俺には大事なこと言ったらあかんよっていう話で今なってますけどね。なるほど。確かにガーシーさんはあれも僕はあんま見ひんけど、最近なんかいろいろこう気を使ってるみたいね。なんかいやそらね、やっぱり長年27年間も芸能界のアテンドしてるから、うん、口が固いというか、うん、原則彼本当あれですよ、あの喋らないですよ、うん、もうあとだから本当にその嫌なんですよね、やっぱりああいうことを暴露するのはあんまりいいと本人は本当思ってないんですよ。だってそれは真偽に反するからね、本来はね。そうなんですよ。だって信頼してるからお前に全部言うた、信頼してるからお前に全部見せてるんだっていうところありますよね、うん、
それをまあまあ、もうそうなんですよ。だからね、ね、もちろん相談した人がいるわけですよね、しんすけさんとか他にもいるんですけど、うん、まあ、その中のうちの一人がもうお前なと、うん、その自分で飯食うっていうタイプなんですよ、うん、彼にお金あげる人も彼受け取らないんですよ、うんうん、僕ね、目の前で彼に1億円あげるって言った人がいたんですけど、うん、3回言ってましたけど、うん、いらないって言うんですよね、うん、で僕には6000万くれって言うんですよ選挙に出るから、はあ、はあ、だから意味のないお金は取らない、うん、でもちゃんと自分の対価に対してはお金くれって、うん、言える人なんですよ ね、 ね、それを見てて、あ、ちゃんとしてるじゃん。その1億円は、まあ、あんまり深く聞けへんけど、うん、その1億円あげるっていうのは、あ、やっぱりその交換条件があったんでしょ。ええ、なんもないです。ええ、もうね、超大金持ちです。あ、そう、総資産3兆円紹介して紹介したい紹介して僕ね、うん、本当にびっくりしたんですけど、そのまあドバイでね、うん、僕がいて、で FC2 って分かりますよね、あの、はい、FC2 の創設者の高橋さんっていう人がいるんですよね、はい、この人創始者220億って言われてるんですよ、うん、でもう一人、そのもうバレて、いや、いわ、うん、佐々木さん、佐々木健二さんっていう人がいて、知ってるわ、知ってる、3兆円まだ若い子やろ、もう若い、まだ40代の42歳かな、男だろ、あ、え、どこで、銀座で、あ、そうですか、飲み屋で男だろ、あれめっちゃいいやつでしょ、雰囲気なんかね、優しそうな雰囲気やね、優しそうですよ、もう、うん、こんな何兆、3兆持ってるとかいう人には見えないんですよ。名前言うてもええの、これ、これ、いや、だから、まあまあ、もうええやろと思いながら、言うてもたね、いや、実はね、たまたまね、僕、友達がおって、つい3日ぐらい前にもその話したんですよ。いや、もうね、だからね、佐々木さん自身は、うん、あの、本当に、あんまり、ただね、インスタやってるのはやってるんですよ。あ、待って、間違ってるかな、佐々木健二さんですよ。あ、ほら、ちゃうわ、その息子かな、これ、この名前知らない、この名前知らない、いや、わからない、そう、いや、子供さんの名前まで誘い知らないです、僕も一回会っただけなんで、あ、ごめん、はい、僕はちゃうかもね、この、うん、あの、名前じゃ、同じ佐々木やね、おで、でも、で、それも、俺、これがね、だから、同じ、あ、まあ、そうでしょうね、同じ佐々木やから、うん、そうじゃないですかね、ファミリーの下は軽く1兆円、いや、軽く1兆円超えてると思う、うんうんうん、それは本当に本当に、そうです、そうです、うん、それは、佐々木健二さんで調べてもらえれば、うん、いわゆる日本に仮想通貨を初めて持ち込んだのか、まあ、作った人で、うん、なんか一時第3位だったらしいですよね。あ、そうなん、その仮想通貨の総資産額が3位だったらしくて、もうちょっと、もう有料にしましょうよ、あるから、え、有料、はい、もうそろそろ有料にいいですよ、はい、終わります、はい、すいません、ごめんなさいね、申し訳ないです、あの、この続きみたいとは、ごめんなさい、あの、百田直樹さんのニコ生の方に来てください、申し訳ない、申し訳ないです、はい、はい、うわ、すごい、4000、あ、すいません、ね、4900人も来てくれて、ありがとうございます、申し訳ない、4900人の皆さん、ありがとうございます、はい、ほな、渡辺さん、ちょっと、あの、会員専用で切り替えてください。